行きそう。え、そんな感覚でわかるの？うん。こんにちは、ボナールチャンネルのマサです。いやでーす。前回ね、好評だったか不評だったかわからないんですけども、またコナンやります。コメント欄で言うと好評、再生回数で言うとそうでもない、不調でした。今回は単行本第90巻に収録されております。17年前と同じ現場っていう話らしいんですけども、事件のっていうより、事件に何使われたトリック、まあそれをトリックって言うんだけど、今回ダイイングメッセージとして使われたもの。なるほどね。ガラスってあるじゃないですか、はい、ガラスってハサミで切れます？え、切れないんじゃない？切れないんですよ。じゃあ切れるようになるんだね。そうなんですよ。ガラスがこうハサミで切れるようになるっていう、毛メカニカル効果っていうのがあって、かっこいい。簡単に言うと、水の中だと水の分子がガラスの中に入り込んでハサミで切れるよ。そうなんだ。今回はガラスをね、本当に切れるのかと、水の中で、ね、今回もやっていきたいと思います。真実はいつ、今回ね、用意するものは、まあこれは別にこれじゃなくてもいいんだけど、なんか入れるもの、水を入れるもの、ガラスのコップでも挟む、もうこんだけですね。なるほど。まああとは水、水入れて、まあ切れるのかっていう、これだったら絶対切れないからね。やってみて、ちょっとで、ほら聞こえる？切れないよ。まあ切れないね。これをほんと水に入れるだけで切れちゃう。なるほど。なんかダイイングメッセージなんで、ここに文字を書いて、本当にその文字を残しながら切れるのかって、その周りを切るってことでしょ。そうそうそう、やってみよう。こんな感じですね。ボンヘウルですね。ボンヘウル。危ないから軍手ね。本当に切れんのかね、怖いな。ちょっとよし、水につけてね。よいしょ。まあちょっとこの最初文字ないとこね。いきそう。え、そんな感覚でわかるの？うん。マジ？あれ？え、なんか本当に、うん、なんかさっきここだと完全に硬かったんだけど、うん、なんかグイってなんか、あ、いきそうって感じだった。すげえ。まあここからが本番よ。そうだね。見てください、この割れ方、明らかに残せなさそう。B が D になってる。D を切りましょう、D を。え、すげえ。あ、ダイイングメッセージなくなった。こうになっちゃった、こうになっちゃったな。ほら、ゴリゴリゴリって、ほら、うわ、絶対ダイイングメッセージとして残せない。これ切った後に書いた説あるぞ。あ、この辺からちょっとガラスが熱くなってますね。見えますか、ほら。なるほど。ガラスがちょっと熱くなってますよ。どこまでいけるのかね。全然余裕でいけるわ、この辺も。あ、あ、下の方、そこは熱そうだな。あ、ここね、結構近い。結構、うん、ちょっとでっかいハサミだったらいけるのかもしれないけど、これちょっとちっちゃいから結構きついかも。あー、通んないな、ここは。なるほど。実際にね、こうケモメカニカル効果で、まあガラスは切れたんですけど、まあ、コナンの作中のようにダイイングメッセージにできるかっていうと、できない。はい、ということでね、今回もえ、なこれは危ないから、まあ、気をつけてたけど、うん、ちょっと一回やってみてほしい、うん、そうだね、これ全然違うと思う、うん、想像してる感覚と、想像してる感覚と全然違う。多分本当にガラスと刃物が当たる感じじゃない、全然、まあ、今回三角ぐらいかな、うん、ダイイングメッセージとしてはちょっと残すは難しそうだけど、まあ本当一回もう十分に気をつけた上で一回やってみてください、これは。そうです。はい、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、フォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。やりたいっていう、なんかニヤニヤしない。そうなんだ、やってみないとやっぱりね。うお、え、すっげえ綺麗じゃん。